龍神岩は、中国東大の武将である。字は、しもと。東龍神岩気候比によると、字はしもと、堀影大、武士の人なりとあり、力が強く、内部部として体操に仕えていた。645年、高栗政党で功を挙げたことが、きっかけとなり、以後両党、鉄六、とよく土と番等の政党に加わっている。旧当女、新当女。 三国式などの海外資料によると、654年、蘇帝法の部下として、くだら平帝に従軍する。660年9月3日、蘇帝法より、当兵1万を預けられ、武ツ王のこの金妃と死体の率いる白木兵7000と、共に、くだらの市場に止め鎮する。同月23日、くだら兵の残存勢力の吸収にあい、外作まで侵入され、 過ろうじてない作を防衛する。くだら残存勢力の身長は、ブレツ王の出陣を促し、大足南方の作城を攻撃し、竜神丸らを救援することとなった。その後もくら残存勢力に悩まされ、東本国より派遣された大砲志士の竜神器の援軍に助けられている。この間、李義父に竜神器を殺害するよう遠回しに打診されたが、 劉神岩はこれを拒絶している。663年9月の白月の絵の戦いでは、劉神岸と別行動をとり、孫一志氏、白木の文部王と共に陸軍を率いて、九だら州やわ城を陥落させている。その後、劉神岸は兵を率いて、九だを陳述したが、劉神岩は帰国しており、その際に、高僧に、劉神岸の功績を報告している。このことにより、 上官儀によって、竜神儀と共に君子であると称賛される。その後、竜神岩は、九だの鎮章として、友神と徳府に再度来六百664年2月に、九だの元大使隆氏と、白木の王帝である、金神門殿は神右敬明に立ち会っている。同年5月に、各武装らを派遣している。さらに、667年、 有心と徳福間山県令城柱国芝法、佐都市を派遣して、境辺の岩尾関らを、筑死の太宰府に創刊した、ともある。新東女高麗伝及び、史実岩の668年8月上によると、比列道、官、右脅し英将軍であった、龍神岩は、李沙サによる、高栗政党戦において、兵を投入させたため、党に召し返され、死罪を免れ、 要州に流罪にされたとある。三国式、白木本義の文部を八年上によると、平壌戦の年の6月22日に、龍神丸が、高栗の半寸他に軍十二条を落とした旨を知らせる使者を王に派遣し、王は返礼の使者を立てて祝賀している。白月の絵の戦いまで、当兵一万に白木は、衣食を供給しており、 龍神岩にはその恩義に報いる気持ちが強かったと想定され、白木本義文部を11年上によると、王は摂津人記への返書の中で、龍神丸以下兵士に至るまで、骨皮は勘置のものだとしても、血肉は白木のものであると記している。その後の龍神岩の消息は不明である。ありがとうございます。